本日の相談です。いつも YouTube 見てます。寝る前の癒しです。ありがとうございます。僕は女性を見る目がありません。優しい子だと思っても、実際は全然違っていたりします。性格の良い,い女性の見分け方を教えてください。いつもご視聴ありがとうございます。レイヤーアドバイザーのつ崎まみです。 チャンネル登録、LINE と Twitter 本当にありがとうございます。この動画が少しでもあなたのお役に立てれば嬉しいです。私のチャンネルでは見るだけで恋愛がうまくいくというのをコンセプトに動画を作成しています。お忙しい方やサクッと恋愛の知識を深めたい方に特にお勧めできる内容となってますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お悩み相談は Twitter の DM か LINE アットにお願いします。ということで今日は付き合うと不幸になる女性っていうのをね、ご紹介しようと思います。目次はこんな感じです。付き合わない方がいい女性の特徴6選 迷わず落とすべき付き合うと人生が変わる女性の特徴付き合わない方がいい相手とうっかり付き合ってしまったらです一つずつ解説していきますまずね付き合わない方がいい女性の特徴6選ですね一個ずつ解説していきますまず一つ目は減点方式 これね、人の悪い面しか見ない人ですね。こういう人はずっと原点方式であなたのことをジャッジされますので、一緒にいるとむちゃくちゃしんどくなってきます。こんな風にしたら嫌われるんじゃないかとか、こんな風にしたら離れていってしまうんじゃないかっていう風に常にビクビクしなければいけない関係性になってしまいます。見分け方としては、損したくないとか、それって損じゃないっていうのが口癖の人ですね。損するかどうかで基本的に物事を全て見ています。 次、自己中心。いわゆる、かまってちゃんですね。かまってちゃんってね、すっごく可愛いんですよ。だからね、俺が守ってあげなければって思うんですね。でも、それをずっとやり続けられるんだったらいいけど、ただね、あなたが仕事ってトラブルを抱えた時に、やっぱりトラブルを抱えてしまうと、やっぱりそっちに集中しなければいけなくなりますよね。この時に、仕事に集中しなければいけないっていう状況を理解してもらえないんですね。 で浮気を疑われるわけです仕事で忙しくて連絡ができなかったのに浮気してるんじゃないかという風に言われるわけですねその時がやっぱり一番しんどいですねそして何よりそれがずっと続くんですねそのずっと続く っていう苦行をあなたが受け入れることができるならいいけど安定とか平穏とか安心とかっていうのとはかけ離れた生活になりますがそれでもよかったらどうぞって感じですね見分け方としてはね SNS の更新頻度が驚くほど高いですあと内容がねもう本当にその SNS のね内容がめちゃくちゃネガティブですねリストカットした後を見せるとかずっとこうまあ面減ら ですよねいわゆるメンヘラっていう言われる内容を書いてたりとかってするタイプです次愚痴や不満ばっかりあの会話の内容がねほぼ愚痴と不満でできてるっていうタイプですねこういう方は怒りとか不満っていうのをエネルギーにして生きてますあのもちろんね愚痴って誰でも出ると思うんですよ不満も絶対ある だから、時々言うっていうのは全然ありだと思うんですね。悩み事を打ち明けるとか、まあ、それがね、愚痴として捉えられてしまうっていう場合もあります。それね、時々だったら全然いいんですよ。だけど、毎回ね、話の内容が愚痴とか不満だと、それをね、言われ続けると、あなたのストレスがね、もう尋常じゃなくなります。だから、やっぱりね、話の大半が、もうほぼ愚痴とか不満。 っていうタイプは一緒にいるとすごくしんどいので、そういう方とは距離を置いた方が付き合わない方がいいですね。ちなみに見分け方としては、まああの当たり前ですけど会話の内容がほぼ愚痴と不満です。 次、二人っきりになりたがる。あなたの友達とかあなたの家族には全く会いたがらずに、とにかく二人っきりがいいっていうタイプがいます。付き合われてがこういう場合、めちゃくちゃしんどいですね。それがね、もうその、このままずっと二人で無人島で二人っきりの生活をするとかなら別にいいですよ。それは別に止めないですけど、でも、普通に、あの、このまま日本で生活、まあ、あるいは海外でもですけど、 人の関わりの中で生活をしていこうって思った時にやっぱりね二人っきりがいいっていうタイプはしんどいです付き合うとか結婚するっていうのは二人で一つのチームになるっていうことなんですよねそのチームメイトがね二人っきりの世界で完結させようとしてくるタイプだったらめっちゃしんどいです だって社会と連携を取らなければやっぱ生きていけないシステムになってるじゃないですか。だから相手が空に閉じこもるタイプだったら自分はその相手の分も全て受け負わなければいけないっていう状況になっちゃうんですね。それやっぱめっちゃしんどいですね。だからあなたも二人っきりの世界を好むタイプだったらいいけど、 そうじゃないなら、やっぱりそういう相手っていうのは避けた方がいいです。見分け方としては、あなたのお友達とか家族に会いたがらないとかね、友達を誘うってなると嫌がるっていうタイプは避けた方がいいです。次、非日常が大好き。特別とかサプライズとか刺激っていう言葉が大好きなタイプですね。毎日それを求める人っていうのは、 恋愛に刺激を求めるタイプですね。人がね、恋愛したいなって思う時って2種類あるんですよ。一つが刺激が欲しい時、もう一つが安定したい時。この2つですね。で、この非日常が大好きっていうタイプは、この刺激が欲しいっていうタイプですね。こういうタイプは恋愛に刺激を求めるので、刺激が日常になると離れていってしまうんですね。 だからあなたが非日常を演出し続けられるならこういうタイプと付き合うっていうのはありだけど非日常を続けてると日常になるのでまたそのさらに上の非日常を提供し続けなければいけないっていう関係性になりますめっちゃしんどいんでやめた方がいいと思いますちなみに見分け方としてはつまんないが口癖です次しててもらって当たり前 男性なんだからおごって当たり前とかデートでは先に来て待ってて当たり前とか私の気持ちを先回りして考えて当たり前とかやっぱりねあの感謝できない人っていうのは人の優しさに気づけない人なんですね。そういう人が死ぬまで人の優しさに気づけないかっていうとそういうわけではないけどでも気づけない人もやっぱりいます。 だからまあできるんやったらねもう最初からちゃんと人の優しさに気づける人とお付き合いされるっていうのがおすすめですで見分け方としてはあなたのことを人として尊重してくれない人ですまああなたもしくはあなた以外でもね自分以外の人を見下しているような人とはやっぱりお付き合いっていうのはやめた方がいいですでは次迷わず落とすべき付き合うと人生が変わる女性の特徴っていうのをね合わせてご紹介しようと思いますまあつまり今言った特徴 と、真逆の女性ですね。例えば、加点方式とかね、話のネタが愚痴じゃなくて、話しているだけで元気になれたりとか、面白かったり癒してもらえたりとか、力をもらえるような話をしてくれる人とか、あとは、好奇心が旺盛な人ですね。やっぱり、好奇心が旺盛な人っていうのは、人生に対して前向きに考えることができる人ですから、一緒にいると元気や勇気をもらえます。それから、付き合う相手だけではなく、 付き合う相手の友達や家族もみんな大切に思っているっていう部分がとても大切ですね。あとねこういう女性に会ったら迷わずアプローチしてほしいんですけど。人を変えようとするんじゃなくて まず自分がが変わろうとすす。る女女性性いたら、その女性は本物ですだってねほとんどの人が人を変えようとするでしょあなたが変わってよという形で怒りますでもそうじゃなくて自分が変わろうとする人そうできる人っていうのはやっぱりとても素晴らしい考えの持ち主ですねでねあとの特徴としてはね素敵だなと思ったことを素敵だねってそのまま口に出してストレートに伝えることができるっていうのは素晴らしいですねそれから感謝もそうですねありがとうって言える人っていうのはすごく いいですね、あとは何よりね日常に感動できるっていう女性はやっぱ素晴らしいですね非日常に感動できる人っていうのはたくさんいるんですよ。サプライズが嬉しいそれに対して喜ぶっていうのはまあみんなそうじゃないですかでも日常の中で感動できるっていうのは長くいい関係を築けるとても大切な要素です。 じゃあ次ね、さっき言った付き合っちゃいけない相手とうっかり付き合ってしまったらどうしたらいいかっていう話をすると、こういう女性ってね、結局ね、不安と承認欲求がめちゃくちゃ誰よりも強いんですね。だから自分を認めてほしいとか、すごいって言われたいとか、ちやほやされたいという欲求がすっごく強いんですよ。自分のことだけを見てほしいって思ってるんですね。こういう相手に対してどうしたらいいかっていうと、ピグマリオン効果が効果的です。ピグマリオン効果っていうのは、 嘘でもいい女やって言い続けたら、そう育ってくるっていう効果です。これは科学的に証明されてて、ダメだって言われ続けてると、ダメに育つんですね。いい女だって言われ続けてると、いい女になっていくんですよ。これはね、子育ても一緒なんですね。将来立派になると言われ続けて育った子は、立派な大人になります。でも、ろくでもないって言われ続けて育っちゃうと、とても残念ながらね、ろくでもない人間になってしまうんですね。 だからね、付き合うと不幸になる相手と付き合ってしまった場合は、まずは一旦相手の不安を全力で取り除くってことですね。取り除くためにどうしたらいいのかっていうと、結局、声をかける、伝え続けるっていうこと以外にないんですね。伝え続けて、そして相手の承認欲求ですね。ピグマリオン効果によって相手の承認欲求をしっかりと満たすことです。そして相手が育ってくるのを待つということですね。この時に重要なのは、あなたが 相手のレベルに合わせに行くんじゃなくて、あなたはこのレベルで相手を育てるという意識を持つっていうことです。付き合っている相手の影響っていうのは、思ってるよりもとても大きいんですね。だから、相手がしょうもない相手だったら、どんどん自分も知らず知らずに下がっていってしまうんですよ。 だから、相手を育てつつ、自分もより成長していくですね。ここにとどまる、もしくはより成長していくという意識を持たなければいけません。で、まあそうやって育ててみて、そうですね、3ヶ月から半年様子を見てください。それで変わらなければ、まあ早めにね、別れた方がいい相手だと思います。それはね、あなたの問題ではなく、 自身の問題がすすごく大きいんですねだからそれは相手が自分で乗り越えなければいけない問題なのであなたはできる限り力を貸すけれど実際に変わるかどうかは本人次第なのでやっぱりそこは本人に任せるで変わらなければやっぱりねあなたとは会わなかったというふうに早い段階で別れた方がいいです。ということでまとめます付き合わない方がいい女性の特徴は原点方式自己中心。 愚痴や不満ばっかり、二人だけになりたがる、非日常が大好き、してもらって当たり前でした。迷わず落とすべき、付き合うと人生が変わる女性の特徴は、人に求めるのではなく、無条件で与えることができる人ですね。自分の足で立ち、自分の人生を肯定的に捉えることができる人です。付き合わない方がいい女性とうっかり付き合ってしまった場合は、 不安と承認欲求が強い方なので、まずはピグマリオン効果を使いましょう。ピグマリオン効果とは嘘でもいい女だと言い続けると、そう育ってくるという効果でした。そうやって3ヶ月から半年育ててみて、それでも変わらない場合は、相手が自分で乗り越えなきゃいけない問題が大きすぎるので、別れた方がいいという話でした。 この動画が少しでも役に立ったなと思っていただけましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととても嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうかこれね、ちょっとあの今回は女性バージョンじょ、その女性の特徴として作ったんですけど、男性バージョンもね、ちょっと作りたいなというふうに思ってます。あ、そういえばね、あの、 このチャンネルを見てくださってる方がすごく男性の方が多くて、で、あの、ただね、最近ちょっとこう女性のあの視聴者さんもね、ちょっとずつ増えてきてね、本当にありがたいなと思ってるんですけど、あの、相談をね、たくさんいただいてて、あの、それは男性も女性もですね、両方側からすごくたくさんいただいてて、うん、いっそね、 男性のチャンネルとこう女性用のチャンネルっていうのを分けた方がいいのかなというふうに思ってるのでちょっとねまだあの考えてるどうしようかなって思ってるところではあるんですけど分けた方がこう両側のねあの相談をもっとこうたくさん受けれるかなって思うのでもしかしたら女性用のチャンネルも作るかもです。 <laughs> まあそうなったらねあの女性の方は楽しみに待っていただきたいのと多分こっちのチャンネルを男性用にしてもう一個のチャンネルを女性用っていう形で作ろうかなっていう風に思ってるのでまあそうなるとこっちのチャンネルもねこう男性に特化した内容をもっとこうガンガンやっていけるかなって思うのでうんあのまあねちょっと今の状態ではもう少し先になるかなとは思うんですけど楽しみに待っていただけたらと思います。 では、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。